みんなの心またはその記憶に残る、そういったものは僕は素晴らしいと思うから、世界中の人に知ってもらいたい。やっぱりその火の入れ方、ほんの一度違っただけでコロッと色変わっちゃうんで、あの高温で焙煎することによって味わいもね、あの渋みとかその苦みとかそれも消せるし、あの口当たりが良くなるんですよ。で、あの香りもあの良くなるし、やっぱりあの金沢って弁当忘れても傘忘れるなっていうくらいの湿度が高いんですよ。それによってあの乾燥温度の火が入りやすいんで、静岡とか京都とか九州持ってっても同じ材料でやってもこの火は入らないんですでも今回やっぱこれの重要なのはこう入り口とその最後のところがずっとこう一本の線がありながら、最後は特にこうふわっと軽くなりながら終わっていくっていう速さがいいですね。